ックレックで300ぐらいしかないの。ちょっと僕ティーショット9番アイアンで。マネージメントってこと？ちょっとドラゴンプロなのにマネージメントしてた。マネージメントしちゃってみた。行っちゃいたいと思います。行っちゃってください。狙い通りに行きました。何向かってるの？キュッ。私でも旗狙いで多分ドライバーでいいんですよね。きっとそうですね。完璧。いけてる？うん。ナイスです。最高。ナイスです。あ、来た来た来た。猿と戦ってみた。あれが戦ってる。ゴルフ場で猿と戦ってみた。ナイスショー。完璧。二人ともドライバー上手いっすね。飛んでるし。僕が打ったところと、よし、大丈夫です。165、もう一回9番やつ。ちょっとマネージメント失敗しました。完璧だと思ったら全然足りなかったです。ありがとうございます。乗ったっぽいです。ベタピン9番2回で、このホールは9番2回でマネージメントできるってことですかね。すごいな。たまたまさっきからまぐれがよく続くんですよね。55ヤードの5番ユーティリティで、うまい。転がってけ。あ、入った。ナイスです。乗ってないよね。見えない。方向完璧でしたね。方向はね、予想通りの球が出ました。ラリアスカーリって言ったっけ？はい。おお、右。返ってきてるけど、グリーンちょい右ぐらい。はい。はい。目頭が遠いてないですか？ここはね。すいません。ムズムズしてる。もう花粉症やだね。気持ちが分かった、やっと花粉症の気持ちが。今まで花粉症なかったんですよ、多分ギリギリ、うん、なんですけど、ついに出ました。すくい打ち、マイケルに教えてもらったすくい打ちします。止まっちゃった。すごいスピン切ってる。マイケルに教えてもらって。うまい。おお、うまい、うまい。え？うまい。ありがとうございます。ナイスです。打ちます打ちます打ちます。長所さんに怒られちゃった。横なんでね。打たせていただきます。もうすぐだな。いけ。もう欲しい。オッケーです。これはこれオッケーですか。ありがとうございます。オッケーです。オッケー打ってもオッケー打っても言われるのに、まだ打った。言ったのに。一応横だからね。すごいね、ここ傾斜。うん、すごい、結構。ナイス。ナイス。
ありがとうございます。伊勢プロは、はい、なんでドラコン？ドラコン、はい、始めたんですか？きっかけとかってあったんですか？きっかけは、もともと僕ゴルフの方で競技やってまして、はい、まあ、ミニツアーとかプロとして出てて、その試合にたまたまドラコンプロの方が出てて、ちょっとドラコン一緒にやってみないって言われて、初めて遊びで出たんですよ、うん、そしたら1位の人より100ヤードぐらい負けてて270ヤードぐらいしか飛ばなかった。そうなんだ。でもなんかゴルフでスコアで負けた時より悔しかったから、あ、向いてるなと思って、そこから100ヤード伸ばすために頑張ろうと思って、そこからスタートしました。すごい。それで100ヤード伸びちゃって427 429 9ちょっと少なく言っちゃって全然大丈夫です。2ヤードぐらいだったすごい。で JPDA っていうプロドラコン団体に僕所属してるんですけども、2019年にそちらの団体のポイントランキングで日本一になれてという形になりました。ポイント制の？そうなんですよ。飛びゴルって言って月に1回6球中3球フェアウェイに入れた平均値を争うドラコンの大会がありまして、それがまあワンシーズンでポイントランキング制になってまして、まあそれが上位になると日本大会例えば行けたりとか、あの決勝トーナメントから出れたりシードみたいな感じになれたりするんですけど、要はなんか飛ばすだけじゃダメなんですよね。この枠内に入れなきゃいけない。そうです。枠？そう、だからすごい難しいと思うんですよ。へえ。飛ばしながらこの中に入れるってすごい難しくないですか？難しい。フェアウェイからこれだけ出てても0ヤードになっちゃうんで。そう、マジ。その中で1位だった。すごくない？運よく。ありがとうございます。しかもこの前私たまたまその試合に行った時に、宮城試合あった時に、彼グリーンオーバーして行っちゃってボール。逆に。そう、計測不可能じゃん。そう、不可能になっちゃって。すごい。300?70打つとグリーン超えちゃうかもって言われて、そこをバーンって超えていっちゃったらしくて、すごそんなこともありましたね。すごいですね。でその今年からですね PLDA っていうアメリカの団体があるんですけど、まあ、そこの団体とあの JPDA がつながりまして、JPDA の PLDA ロングドライブっていう、さっきのルールとは違って6球中1発フェアウェイに残った一番飛んだ距離を争う、まあ、ザ・ドラコンみたいな試合で、あの JPDA を勝ち上がっていくと、アメリカに行けるようになりました。それは今年から？今年から。しかもプロ部門とアマチュア部門があって、プロアマチュア部門出れないんで、アマチュアの方とかぜひ飛距離に自信ある方とか。なるほど。あの結構いろんな全国で、もうたくさん開催してて、飛びゴルは月に1回なんですけど、月に 3,4 回とか、もう 4,5 回とかいろんなところで開催してますので。おもちゃ出れるのすごいね。ぜひ。コースがわからないんでとりあえず真ん中に行きます。まあ、狙い通りは狙い通りでした、割と。ありがとうございます。今度のドライバー？あ、このドライバー？そう、なんか打たせてもらえません。あ、そう。シャフトめちゃくちゃやばい。あ、逆に逆に。ほらすごっ。これ長い？長いです。あ、長っ。 47.5 インチぐらいですね。これ振れんのかな。後で打ってみよう。後でやってみます。ぜひぜひやってみてください。そうだね。一旦これでね。コースが分かんないんで、真ん中で。真ん中で。僕がさっき言いました。真似しました。ありがとうございます。おお。いや完璧だ。完璧？じゃあ完璧。ボールを持つごとに飛距離が伸びてる。完璧です。完璧。ナイスです。ます。すごい。伸びてる？伸びてます。よっしょ。おお、転がってます。あ、
切り返しの、うち最初のこうやってちっちゃいやつ、はいはい、これかあやってましたね、確かになんか一回なんかこうやってからみたいな、あ確かになくなりました、ね、なんでやめたの、なんかやっぱゴルフやってないと忘れちゃいましたあれを忘れたのあそういうことね、あでもしばらくやってないとスイングって変わりますよ、ちょっと変わる、一回やめた時バックスイング上がらなくなっちゃった、そうこの辺ぐらいまで、42ヤードです、3番ウッドで打ちます、いいですね、226ヤードの上げ、とりあえず5番ウッド打ちます、なんかデポットっぽいな、ディポットちゃんでしたね、思ったよりコースね、僕ねフォーカスをまっすぐフォーカスを持ってなんかねちょっと右に上がってましたねまっすぐ打ちますって言ってたもん、 それに対してちょっと右ですもんね、そう左フェアウェイぐらいかなと思ったらちょっと左斜面っぽいですね、あるとしたらそうあれだめっちゃ飛んでるここです、ありました、芝がないよかった、121ヤードセンターピンまでちょっとプラスだから150度でいきたいと思います、すいません、すいません、後でメッセージしますお願いします、風に流されている気がする、ギャー風、アゲンストに煽られちゃいました、うん、すごいターフっていうんだよね、うん、すごいね、音がやっぱ違うよね、すいません、ちょっと取りすぎました申し訳ない、ナイスナイス目土OK です、6ヤードもうちょっと上げてるんですよね、上げてるから9番ヤードにしたいと思います、あ、違うわ、やっぱ右から左の風だった、うん、あら、または右から左だったね、うん、90ヤードチングで軽く打つか、右から左の風、右に出しすぎた、でもナイスオンです、右に出しすぎました、土を通り越しました、泥になりましたがなかったんで、56度で打ちます、あー寒い風がうまい、うまいよ、ありがとうございます、じゅんちゃんこのマークで大丈夫、大丈夫、まっすぐ、ボッケー狙い、
つらやっぱここからここはスラなのかもね。ここだけそこだけそこだけかこんだけ分かったもん。全然分かんなくなってきただよね。おお、スラでした。ナイス。ありがとうございます。ナイス。私もスラだなじゃあ。ちょいスラ。そうですって言えなくなってきちゃう。ナイスです。うまい。パターうまいな。え、ってことは私は不服？うん。うん、ナイスです。ありがとうございます。ああ、謎だった。謎でしたね。